日本のアーティストだとそうですね、やっぱり影響を受けたのは80年代のやっぱりメロディーがよくて、でかっこいい、まあ、やっぱりジャニーズ系ですかね。っていうのはやっぱりジャニーさんがすごい洋楽が好き でディスコティックな曲をあの日本風に直したのが当時のトシちゃんとかの楽曲だったんで、だからトシちゃんの昔の曲を聴いてみると、あれこれどっかで聞いたことあるぞって今でこそ思うのが結構あるんですよ。だからあの辺はやっぱりジャニーさんがすごい洋楽を聴いてて、で当時日本でも流れてなかった洋楽を多分聴いて、それを日本風にアレンジしていたのがあの当時僕が聴いていた日本の歌謡曲だったんじゃないかなっていう気がしますね。あと寺尾明さんね、歌詞の世界観とかあって、ルビーの指輪とかさ、寺尾さんの楽曲ってもう大体あのこうささやくような歌い方なんですけど、でもやっぱりあれは独特の歌唱力だと僕は思うしね、やっぱり今聴いてもすごいやっぱかっこいいんですよね。トシちゃんの母とか言いながらねトシちゃんの歌とかね。 DJ オニシー The Night